みんなで盛り上がっていきましょう。それでは早速素敵な一発目のバンドを紹介するぜ。泰造&ザ・ジェネレーション S。Thank you.
今の忙しい時に多分ここで集まってる人はみんな暇人かと思ってます。ありがとうございます。暇人とは失礼でしょ。そうですね、すみません。どうもどうも、ようこそ高円寺ハイ、僕らもハイになっていくんで、皆さんも心のいろんなわだかまりしててこうハイになってください。よろしくお願いします。ちょっとだけ喋ると、僕はここに今この地味編のタトゥー、俺の美学、俺の美学っていうことなんですけど、こっちちなみに僕なんですけど、こっちもタトゥーシール入ってて、9月3日まで銀座の方で固定やってるんで、もし何かあった時は泰造のアファショー、もっともっとファッションくれみたいな、ちょっとよくわかんないフェイスブックページがあるんで、そちら見ていただけるとちょっとそのインフォメーションありますんで、あとその近くにね、リクルートの G8 ということで、東京東下町、すごい長いで覚えきれなかったんで、下町ディスカバリー、ディスカバリー、オーイエーオーイエーオーイエー、そこで今日のドラムの常務さんがなんか自己委員長されてるなんかちょっと企画のちょっと展示あるんで、合わせてよろしくお願いしますみたいなね。まあそんなノリを考えて、僕はあんまり喋ると時間的にしちゃうと今日まずいって散々叱られてるんで、そろそろ次に行けみたいな姿勢が来ちゃう前にちょっと行きたいと思うんですけど、僕らこんな感じでっていうか、僕らこんな感じなんでちょっとあれなんですけど、次の曲は特にはフェイクジャズみたいな。Thank you.
まあ今あのシーモレーターも出ましたけどまあまあ今日はね、あの日曜日で売るということで皆さんあの解放されてて、ね、あ、土曜日、あ、そうかすいません、あのここ1週間ぐらいあのさっき言った個展やってて、あの4日連続で僕俺下げに2人で俺大丈夫かなみたいな感じなんですけど、もうまあでもあのね、もう個展版だよみたいな感じだよね。そうちなみに何てタイトルなんですか。そうだよね、本当ですよ、もうやばいんですけど、でもなんかこれも俺今夏を生きてるなみたいな感じなんで、皆さんもあのね心の壁破ってベルリンの壁も崩れたことなんで、皆さん今日解放されて帰ってくださいね。よろしくお願いします。ベルリンの壁何年かけてそうだよ、古い古い。でもあの今日はあのね先ほどあの MC の方も紹介してくれましたけど、あのカレーもあったりとかね、あのすごい可愛い雑貨もあったりとか、ちょっとお酒もたしなみながら、なんか大人グルーヴ、大人グルーヴみたいな感じで、もう帰って夏が盛り上がっていけばいいかなみたいな感じなんで、なんかあの楽しんでてくださいということでね、次はね、あまりあのなんていうのかな、僕ら結成してまだ間もなくて、今日初ライブなんですよ、このバンドでやるのが。ここちょっと拍手とかなんか無駄に長い、ちょっと無理くりみたいな感じで無駄に長い。あ、そうですね、あ、すみません。ってことで去年亡くなった偉大なスーパースターに捧げます、この曲だぜ。Oh,
いやリハの時に最後のサビがなかなか決まらなくて本番どうかなと思ったけど意外に踊ったら決まりましたね。あがちゅうがちゅう。昔この曲笑うとこじゃない。まあね。皆さんそんな感じでやってきましたけど、ちょうど皆さん最後ちょっといい感じの時間帯にやりましたね。ちょっとちょっとホットな感じになれたかな。心の高と取れた。イエーイ。声出してこれイエーイ。みんな三種はいらっしゃい。すいません、思いっきりドン引きされましたね。じゃあ次はウィアジェネレーションちょっと聞いてください。分かりやすく言うと最後の曲です。ありがとうございます。We'll be right back.
Great!